始めましょう。もう、何なのこの霧、何にも見えやしない。シルビア、どうした？わからないわ、急に霧が出てきたの。気味が悪い。全速力で抜けるわよ。光じゃ、霧が晴れるぞ。ここは一体？不思議なところ、まるで幻のようだわ。うわっ！機内？機内なの？何よ！驚かせないでよね！それにお姉さん、人の顔を見てため息なんて失礼よ。あなた、まさか人魚？あら、あなたは叫ばないのね。私を捕まえようとしないし。珍しい人、機内と一緒ね。驚かせてごめんなさい。私はロミア。機内が来てくれたのかと思って、つい飛び出してしまったの。ああ、びっくり。人魚って本当にいたのね。それはまあ置いといて。機内って一体誰のこと？機内はナギムナー村に住む人間の漁師。私はこの入り江で彼を待っているの。私たち結婚の約束をしたんです。結婚？人間と人魚が？そんな話聞いたことないわ。そうね、私も最初はそんな約束叶いこないと思ってた。私たち人魚には掟があるから。陸に上がった人魚は再び海に戻るとき泡となり消える。私たち人魚は海を離れて生きられない。でもそれを知った機内はね、
私のために海底で暮らすと言ってくれたの。海底王国の女王様も許してくださったわ。なんだか夢みたいなお話。素敵ね、ロミア。でも機内が来ないの。一緒に海底王国へ行こうってこの入り江で待ち合わせをしたのに、機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何かあったのかも。そう考えると夜も眠れなくて。あの、失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか。私にできることなら何でもします。人魚の住む海底王国か。ロミア、あなたの頼みを聞いてあげるから、なんとかして私たちを海底王国に連れて行ってくれない？はい、お安い御用です。あなた方の船を人魚に伝わる秘宝で海に潜れるようにして差し上げます。海底王国に行けば海底に沈んだオーブの手がかりが得られるかもしれないわ。ロミアの頼みを聞いてあげましょう。ありがとうございます。機内の住んでいるナギムナー村は遥か東のホムスビ山地の海岸にあります。迷わないようあなたの地図に印をつけておきました。どうか機内を見つけ出してくださいね。荒波のように男らしく、潮風のように爽やかで、海のようにおおらかな漁師が機内です。やだ、私ったら。機内には言わないでくださいね。さてと。やったぞい。そうそう。もう。さて。負けないわよ。おねんねよ。風よ、切り裂け。さあ、行きましょう。風よ、切り裂け。
熱いわよ。やるわよ。はい、最高ね。あせいどうぞ。お楽しみいただけたかしら。ここがナギムナー村ね。ロミアに聞いた話によると世界一の真珠が取れるって有名だそうよ。素敵。青い海、白い砂浜、きらめく真珠と屈強な海の男たち、まさに地上の楽園ね。何だか活気がないわね。屈強な海の男たちはどこにも見当たらないし。なんか訳ありみたいだなこの村は。まあいい、厄介事はごめんだ。とりあえず機内とやらを探そうぜ。
Thank you.
静かによくお聞き。今から話して聞かせるのはこの村に伝わる忌まわしい呪いのお話。この世で最も美しく最も恐ろしい生き物の物語じゃ。昔々この村に大変腕のいい漁師がおりました。漁師は村の誰より真珠をたくさん取りました。村長さんは漁師を痛く気に入って自慢の一人娘と婚約させました。娘は漁師が大好きだったのです。村長さんはこれで一安心。漁師と自慢の娘が村を豊かにしてくれる、そう信じておりました。しかし突然平和な日々は消え去りました。悪魔のような大嵐が漁師を襲い、真珠と共に海に放り出されてしまったのです。漁師は真っ暗な海に沈んでいきます。光る真珠が蛍のように見えました。漁師が死を覚悟したその時です。漁師の前に現れたのは、それはそれは美しい人魚でした。人魚は漁師の耳元でこう言いました。生きたいならば魂をくれ。それから何日が過ぎたでしょう。村人は漁師がもう死んだものと小さなお葬式を出してやりました。その時驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師がひょっこり帰ってきたのです。いいなずけは大層喜んで漁師を看病してあげました。しかし漁師はまるで別人のようでした。日がない一日ぼーっと海を眺めて、俺は人魚と結婚するんだと言うばかり。ついには許嫁を捨てて海に出るぞと暴れるようになる始末。村長さんはカンカンに怒りました。村長さんは漁師をひっ捕らえると、二度と海に出られないよう船を燃やしてしまいました。こうして人魚に魂を食われた漁師は暗く寂しい志々島ヶ浜に閉じ込められてしまったのです。さあ、今日はここまで。続きはまた今度じゃ。人魚怖え。逃げろ。おや、旅人さんですかい。こんな老いぼれに何かご用ですかな。おばあちゃん、私たち漁師の機内を探しているの。この村にいるって聞いたんだけど。おや、まあ珍しいことじゃ。あんた方はあの子のお友達かい。機内は私の息子だよ。あの子なら今頃西の海ですじゃ。
この村を襲った化け物イカ退治に村の男衆と船を出しております。あんた方機内に用があるのなら化け物イカを倒す手伝いをしてくだされ。奴が沈まれば村の男衆も戻るじゃろ。しかし気をつけるのじゃぞ旅人さん。海で最も恐れるべきものは人々を惑わす人魚ですからの。おねんねよ。それ最高ね。お疲れ様でした。いたいた。あれがクラーゴンを倒しに来た船団ね。乗組員の中に機内がいるはずだわ。ねえあなたたち、そっちに機内って人いる？おい、上なんよ。あら、あの人たちなんか言ってるわ。遠くてよく見えないけど、うずら？おい、嘘だろ？やるわよ。
気が一番。ありがとうございます。いや、せーの、それムーンサルト。覚悟しなさい。やるじゃないの。癒すわよ。お助けします。頑張って。ご無理なさらず。ありがとう。おねんねよ。てよ。あら、いけない。バイシオン。ここからですわ。せーの。てよ。いや。せーの。私の光よ。熱いわよ。でよ。お助けします。これ以上は。受け取って。はい。はあ。癒すわよ。私だって頑張りましょう。ありがとう。リホイミ。てよ。
グッバイよ、暴れん坊さん。いや、どこの誰かわからんが助かった。海に落ちた村の衆もみんな無事さ。あんたらのおかげさ、ありがとうね。礼と言っちゃなんだがね、今夜は村で化け物イカの討伐祝賀会をするさ。ぜひ参加してほしいんさ。村の女たちが運命ごちそうをたーっとこさえて待ってるさ。さあさ、一緒に村へ帰るさ。機内を探すのでしょ。私も手伝うわ。あら、ベロニカじゃない。そんなところで何してるの。宴会の席に子供はいちゃダメだって職場に入れてくれないのよ。どいつもこいつも頭が固いんだから。二人とも機内を探すんでしょ。私暇してるの。一緒に行くわ。Thank you.
すまないが、全く身に覚えがない話だ。他を当たってくれ。しらばっくれるんじゃないわよ。ナギムナー村の機内って言えばあんたしかいないじゃん。まさか今さら人魚との結婚が嫌になったとか遊戯じゃないでしょうね。おいお嬢ちゃん、この村では人魚人魚と気安く言わん方がいい。あんたらが探している機内ってのは俺の祖父機内ユキのことだ。あんたらは人魚の呪いを知ってるか？その話ならあんたのお母さんに聞いたわ。でもあんな作り話今は関係ないでしょ。ロミアはあんたを待ってるの。その作り話に出てくる村一番の漁師が俺の祖父機内ユキのことだと言ったら、え？あの話はな、50年ほど前にこの村で実際に起きたことだ。教えてやる、あの話の続きを。漁師が村を追われて10年も経った頃だ。祖父の許嫁だった女ダナトラは別の男と結婚し子供を授かった。人魚の呪いも祖父のことも人々の記憶から薄れていった。そんなある日のことだ。村の漁船が大嵐に巻き込まれた。祖父の時と同じ、いやそれ以上のひどい嵐だったと聞く。その大嵐でたまたま船に乗り合わせていた村長とダナトラの夫が死んだんだ。それから後を追うようにダナトラとその子供も行方不明になった。村人たちは噂した。機内ユキを手に入れられなかった人魚の呪いに違いないと。村人たちは機内を問いただそうと手に手に松明を取り志島ヶ浜の小屋に押しかけた。その時彼らが見たのは信じられない光景だった。一人でいるはずの祖父がずぶ濡れの赤ん坊を抱えてぼーっと立っていたらしい。村人たちはその赤ん坊を人魚の子だと恐れ一層祖父を避けて暮らすようになったというわけだ。お母さん人魚の子なの？それならあんたも人魚の。バカを言うな。俺の母は人間だ。海辺に捨てられていた赤ん坊を祖父が引き取って育てたんだ。人魚の子などとバカらしい。村の奴らが好き勝手に噂しているだけだ。いい機会だ。人魚が祖父を待っているというのならそいつに渡してほしいものがある。村の反対側にある志島ヶ浜に来てくれ。教会の裏の扉を通ればすぐに着く。扉の鍵は開けておくからな。Thank you.
このベールは俺の祖父が残したものだ。母が言うには祖父が死のとこで握りしめていたものらしい。俺はどうしても捨てられなかった。あんたの話が本当ならその人魚に渡して機内ユキは死んだと伝えてくれ。さっきは取り乱してすまなかった。俺たち家族がこの村で暮らしていくのは楽なことじゃない。俺の母は祖父が死んでからやっと村の男と結婚できた。後ろ指さすやつもいたろうに、今じゃそれをネタに紙芝居なんて読んで小遣い稼ぎをしてるんだ。強い人だろ。俺は人魚が憎い。俺の子孫にはもう人魚の呪いで蔑まれるような人生を送ってほしくはない。ようやく俺も船に乗れるようになったんだ。悪いがこれ以上過去の呪いを蒸し返さないでくれ。
こんなところに連れてきて一体何だってんだ。機内なの。ああ、俺が機内だが。そんな人魚本物なのか。あなた機内じゃないわ。あんたが探してるのは俺の祖父だ。あの人はもういない。ここで死んだ。機内はこんな寂しいところで一人ぼっちで死んでいった。人魚は500年の時を生きる。人間の一生は私たち人魚にとって一瞬であることを忘れていたわ。あれからそんなにも時が過ぎていたのね。まで私のわがままに付き合ってくださって本当にありがとう。お礼の品は白の入り江に置いてきました。直接渡せなくてごめんなさいね。私もう行くわ。では同じなのね。機内と同じ手をしているのね。陸に上がった人魚は泡となり消える。それが人魚の掟。最後に機内と会えてよかった。もし私が人間だったなら機内と共に生きられたのかしら。さようなら。あの姿、どこかで見たことがある。あれは確か祖父の小屋に。そんな、ああ、
これは手紙？祖父の手紙だ。愛する人へ。君に助けられたあの嵐の日から君を迎えに行くことだけを支えに生きてきた。それももう終わりにしようと思う。すまない、俺は約束を守れそうにない。あれは俺が村を追われて数年後のことだ。ひどい大嵐でたくさんの人が死んだ。村長とダナトラの夫も犠牲になった。その数日後、シジマガ浜の崖の上に赤ん坊を抱いて立っている女がいたんだ。その女はかつての言い名付けダナトラだった。ダナトラは生きる希望を失っていた。大きな悲しみを抱えた彼女に俺の声は届かなかった。彼女は俺の目の前で海に飛び込んだんだ。俺は二人とも助けようとした。だが救えたのは赤ん坊だけだ。来ない？体は本当にもういいのね。ああ、ロミアのおかげだ。もうすっかり元気だよ。うん、機内、私はいつまでもここであなたを待ってるわ。この子には俺が必要だ。ロミア、俺は俺だけ幸せになるなんてできない。人魚の呪いの言い伝えは、俺のように愚かな人間が二度と出ることのないよう戒めとして村に残した。君の仲間を貶めるような皆の言葉を許してほしい。君はまだあの入り江で俺を待っているのだろうか。俺はもう君を迎えに行く資格がない。だがこれだけは信じてほしい。君を愛している。今までの無礼を許してくれ。ロミアに会わせてくれてありがとう。今ならじいさんの気持ちがわかる。恋をしてしまいそうだった。
ここはまるで天国じゃの。いや、長生きはしてみるもんじゃ。海の中だってのに息ができるぜ。これも人魚の不思議な力ってやつか。おかげで海底に沈んだっていうオーブの話が本当かどうか確かめられそうだな。オーブのこともあるけれど、まずは海底王国の女王様に会いましょう。ロミアのことを伝えなければ。Thank you.
お待ちしておりました。ようこそ海底王国ムーレアへ。私は人魚の女王セレン。なんだと？ジョーさん、あんたなぜ俺たちのことを知っているんだ？私はちょっとした魔法が使えるのです。地上のすべてを知っていますわ。さあ、難しいお話は後にしましょう。早速ですが、あなたがお探しなのはこれでしょ？人間の世界のものは本当に美しい。海底には届かない日の光を閉じ込めたよう。ロミアのことではお世話になりました。これはお礼です。さあ、あなた方にお返ししましょう。私は見ていました、ロミアと機内のこと。丘に上がった人魚は泡となり消える。この掟を超え愛し合おうとしたのは彼らが初めてではないのです。人間と人魚は共に生きる道を何度も探してきましたけれど、それは叶うことのない夢。私たち人魚から見れば、力も体も弱く未熟な心を持ったあなた方人間はとても危うい。しかし、瞬きのような一生の中で何かを求め力強く生きる姿はひときわ輝いて見えるのもまた事実。人間が海底に憧れるのと同じように、私たち人魚も地上に暮らすあなた方に惹かれてやまないのです。機内とロミア、巡り回る命の大樹の意志のもと、二人が再び出会うことを祈りましょう。そして今、私とあなたが出会ったのも大いなる世界のご意志でしょう。我らが勇者よ、時の流れに身を委ねなさい。大樹がそれを望むのならば、私たちはきっとまた巡り合う。すべては大樹の導きのもとに。